い、今ですどこにいるかというと、トルコの、イスタンブールにいます。イスタンブールのアタチュルクの空港にいます。本日2016年の8月の23日、水曜日です。で、この間6月28日、爆弾テロがあったところとしてね、アタチュルクの空港44名の方が亡くなったんですけど、その空港でございます。すごいですね。でもこれ中なんでね、まあ、一応安全ではあります。一応警備は万全なんで、外がやられた。ただ今回ね、あのようなことがあって、外もねかなり警備が厳しくなってるとは思うんですけどね。これが、この間現場になったアタチュルクの空港なんだなと思います。すごいですね、いろんな人々がいます。トルコ航空を利用してこれから、イスタンブール経由でブルガリアに行くんですけどね、まあ、こんな感じで多くの人々が、まあ、他の、ね、トルコ航空とかで他のところに行く人多いんでね、見てください、いろんな人々がいます。まあ、これからちょっと、まだ時間があるんで、お茶でもして、次のソフィア行きの、フライトマークを